どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、ビートレインショーティー323系大阪環状線を作ってみたいと思います。新車両ですね。新しい車両が2016年の12月こちら誕生して、もうね、結構走っております。もうずっと103系のイメージが強い大阪環状線に、このやけに近代的なね車両が走ってるということで、私もね実車は1回見たことあるんですが、まだ乗ってないのでね、今日は作っていきたいと思います。おー、いいですね。あ、結構ステッカーがたくさんついてる。電車、そうそうそう、電車ね。行き先系が多いですかね。種別、行き先、方向と、あ、そうか、女性専用車のステッカーなんかもね、ついてますね。もう終日固定ですか、女性専用はね。じゃあまず組み立てから行きましょう。組み立てる前に先にステッカー、行き先表示を貼っておきます、この前に。じゃあまあこのパッケージの通りに行きますか。普通の、よいしょ、大阪環状線。まずじゃあ種別を、よいしょ、種別を貼って確認しながら貼っていきましょう。こんな感じかな。うんうんうん、いいですね。よいしょよいしょ、スカートを履かせて、おお、前面を取り付けます。おお、ちゃんとここ見えますかね、種別と行き先が隠れずにね。もともとさっきこの屋根に貼っていたシールが、このガラスをね押して見えるようになってます。完成、先頭車雲波3221号車です。完成。本当に新しい車両っていう感じのデザインですね。オレンジがこんな感じで入ってます。おお、まあ、まだステッカーは後で貼るとして、じゃあ続いて中間車作りたいと思います。さあ、じゃあ中間車も同様に、ガラスにね、ブロックを、ガラスとブロックを、よいしょ、つけて、ぐるっと、タイヤも、完成。これがモハ3224号車、女性専用車で完成。おー、ま、女性専用車とかそういうのは全部この後でね、ステッカーで貼ります。もう一箱であるので同じように、作りたいと思います。さあ完成しました。ちょっとパンタがね、こっちのクモハ323にやっぱ1個使っちゃったので、中間車、もう一つも、パンタ一つだけのモハ323の500にしました。ということで、こっちから、こっちが大阪、桜島、鴨方面、内回り。で、1号車、クモハ322。そしてこちら4号車、女性専用車のモハ322。そして5号車、モハ323の500。そして、こちら8号車、クモハ323。で、私は作ってみました。まあ、他にもね、もうちょっとセットね、何箱か買えば、まあいろいろ作り分けがねできるようになってます。ステッカーをねそれぞれ貼っていきたいと思います。さあ、今ね私はこちら4号車ですね。女性専用車はどこに貼るんだ、もう全部貼るのか、全部この今オレンジのね部分を、この上から女性専用車のこのピンクのステッカーを貼っちゃいます。完全にだからピンクになるんだ。すごいね。これが乗務員扉横マーク、よいしょ、環状線のマークですね。
完成です。わー、あじくんが来たよし、じゃあちょっとつなげてみようかな。この環状線、環状線ね、そう、大阪環状線ね。シール貼るところがたくさんありました。この扉のこの間のところ、黄色いラインとか、この下靴ずりっていう部分ですね、ところとか、あとやっぱこのね、これ4号車ですね。明らかにこう見て違う、ここがピンクになってます。ピンク、ピンク、ピンクね、ピンクになってます。おー、この前の貫通扉のところにもこの丸いね、環状線のマークが入ってます。マークね。このお目目もね、結構特徴的ですね。キリッとしてお目目ね、電車のお目目、ライトですね。いや、いいな。完成したらね、ちくもいいよ、遊んで。まあ、まだあった。ドア、ドアね、ドアあるね。まあ、こっちある。前、こっち、前、そっちかな。まだね、ちくもそうだけど、ママも乗ってないんだよね。323で見かけたんだけど、カーブだ。おー、ぐるぐる、ん、こっち、ぐる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 、環状線ながら、環状線ながらぐるぐるする。はい、ということでですね、まあ、この大阪環状線の新しい、まあ、これからね、どんどんこれの323件に変わっていきますから、ぜひね、気になった方はこちらビートレインショーティー作ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、ビートレインショーティー323系大阪環状線